タロは中央アメリカのトルティーヤと似て、トウモロコシこと水、食塩から作るバスク州の料理である。丸く成形し、タロバーニーと呼ばれる金属板で焼く。そのまま食べるか、具材を巻いてラップとして食べる。1520年にアメリカからバスクにトウモロコシが導入されて以降、タロが作られるようになった。バスクの家庭ではパンとして食べられたほか、残ったものは 牛乳と混ぜて、スープ状にし、夕食で食べることもあった。20世紀になり、小麦のパンが一般化するにつれ、タロの消費量は減少し、特別な機会に食べられるのみとなった。ビルバオやサンセバスティアンでは、毎年12月21日にあるトマスの生命祝日に必須のものである。1930年代には、労働者がタロに具材を巻いて、野外で食べた。 鉱山労働者や工場労働者も食べた、デューリングザ 1930S、マイナーズオルソー・コンシュームド・タロ、アンド・イット・ワズ・オルソー・エア・テン、バイ・ファクトリー・ワーカーズ・アフター・ディス・タイム。現在では、チストラと共に、チャコリを飲みながら食べる。また、目玉焼き、パンチッタ、ジャンボン・ド・バイ・ヨンヌ、オッソー・イラチ等のチーズ、チョコレート、ハチミツ等と共に、牛乳と合わせて食べることもある。 フランスのバイオンヌでは、毎年のバイオンヌハムフェアの日に、露店でタロが販売される。ありがとうございます。